中核自衛隊。中核自衛隊は1951年、昭和26年に、日本共産党がいわゆる50年問題で、中央委員会の機能が停止していた時期に、臨時中央指導部なる所管派の影響下で、特に第5回全国協議会における51年綱領、によって明記された日本共産党の武装革命を実現するための軍事組織の名称。軍事組織は、 Y 組織、または Y と称された。朝鮮戦争中、1950年から1953年の1951年、昭和26年、中国共産党の指導により、日本共産党は第5回全国協議会で武装闘争、暴力革命方針を決定した。1950年1月6日、コミンフォルム、 共産党国際情報局の機関紙、高級平和と人民民主主義のために、2、日本の情勢についてが発表され、野坂33の平和革命論が批判された。野坂33は、この批判を受け入れ修正する一方、日本共産党の軍事方針、武装闘争路線を進めるようになった。また、同年1月12日に、日本共産党は、 日本の情勢についてに関する所感を発表す。1950年5月30日の人民広場事件で共産党デモ隊と占領軍が衝突すると6月6日に日本共産党幹部が公職追放となり同年7月には9人の日本共産党幹部について団体投機政令に基づく政府の出頭令を拒否したとして団体投機政令違反容疑で逮捕状が出た。 レッドパージ。徳田九一らは、所管派と称して、地下活動を開始し、同1950年10月、所管派指導部発行。編集責任は、伊藤正の、平和取り図、10月7日、号、内外評論、10月12日特別号詞で、共産主義者と愛国者の新しい任務力には、力を持って戦えを、発表、国会は、 帝国主義の独裁を民主主義の偽装によって、人民のを誤魔化すための金のかかった道具に過ぎない、決死的な人民武装勢力の闘争なしには、人民政府は樹立されないとして、武装闘争、暴力革命を訴えた。当時、朝鮮戦争中であった中国共産党の劉、正規は、日本革命は武装革命である。武装闘争を準備せよと指揮した。 日本共産党は、中核自衛隊、山村工作隊といった、非合法武装組織を組織、火炎瓶の作成パンフレットを作成した。1951年、昭和26年2月23日の第4回全国協議会、4全協で軍事方針が提起され、敵の軍事基地の拠点の麻痺、粉砕、軍事基地、軍需生産、輸送における、 多種多様な抵抗闘争、意識的な中核自衛隊の結集、自衛闘争の中から作り出される、遊撃隊、警察予備隊に対する工作、警察に対する工作などが発表され、地下軍事組織は Y と呼ばれた。1951年2月リバ版のパンフレット、旧根栽培法第31号に、我々は武装の準備と行動を開始しなければならない、が掲載。 1951年8月、ヨシフ・スターリンとコミンフォルムは2月の4全教の文化主義者に関する決議を支持、宮本賢治らを批判した。モスクワ郊外のスターリン別総統でのクンチェボ、会議において、徳田91、野坂33、西沢雄治、袴田里美、ゲオルギー・マレンコフ、ビャチェスラフ・モロトフ、ラブレンチ・イベリア、中国共産党の王歌唱らは日本における、 武装革命方針を作成し、これが御前協において51年綱領として、日本共産党から発表された。1951年10月3日付の、旧婚栽培法でも、なぜ共産党に、軍事組織が必要かが説明された。1951年、昭和26年10月16から17日にかけて、第5回全国協議会、御前協が開かれ、 51年綱領が無修正で採択され、軍事方針も発表された。武装綱領と呼ばれた。我々は武装の準備と行動を開始しなければならない。では、日本民族の独立を第一義とした、民族解放民主革命を理想とし、軍事組織の最も初歩的なまた基本的なものとして、中核自衛隊が唱えられた。1951年10月のガリバン。 新しいビタミン療法では第一次世界大戦でドイツ軍が化学兵器として使用した毒ガスの収穫シュロールの製法が紹介され、また同パンフレット栄養分析表では次元枠、ラムネ弾、火炎瓶、タイヤパンク機、側年紙の製造法、入手方法などが書かれた。また同時期の理化学辞典と題された書物発行日不明では催涙弾、 火炎弾、黒色火薬、塩素酸、仮爆薬、ピクリン酸爆薬、雷鉱、雷酸水銀などの製造法が紹介された。当時、共産党は、細胞と呼ばれる基礎組織を日本全国の学校や、党員の職場などで結成していたが、元東京都学連執行部の森田実によれば、東京大学教養学部細胞指導部も、中核自衛隊、 山村工作隊へのスカウトを行っていた。これらの軍事方針が実行に移されるようになるのは1952年、昭和27年に入ってからで、1952年1月白鳥事件、札幌の白鳥和夫警部射殺事件、大梅事件、東京、大梅線の貨車暴走事件、小郷内村山村工作隊事件、東京小郷内村の山村工作隊一斉検挙と、 大小無数の武装衝突事件が起こった。東京の命令事件、二人、射殺、1230人検挙。東京新宿駅前、板橋岩の坂交番所などでの火炎瓶相乗事件、三人、射殺、102人検挙。大阪の水田事件、7月7日名古屋の大須事件、121人検挙、といった街頭衝突で、デモ隊は盛んに火炎瓶を投げて、 武装警官と渡り合った。中核自衛隊は、陽動目的で作られた組織とされる。1952年2月1日、中核自衛隊の組織と戦術が、旧根栽培法第2巻第27号に掲載。1952年5月1日に、皇居外苑で起こった地の命令事件を背景に1952年7月21日に、 破壊活動防止法が制定施行された。1950年分裂と極左冒険主義を自己批判した1955年7月の第6回全国協議会、6全協で非合法組織が解散。後1958年7月の第7回大会で51年綱領も廃止される。1952年春から夏にかけて破壊活動防止法。 派防法案反対の大衆運動が激しく展開、この運動の最中、火炎瓶が投げられ、地下組織が起こした事件とされる。森田ルによれば、1957年以後、共産党中央本部と対決し、学生運動を共産党の影響下から離脱させる方向へ、動いたのは森田が、フルシチョフのスターリン批判を知り、共産主義を人道主義から批判したからであるという。 森田は1958年、日本共産党中央によって、除名処分された。さらに除名後森田は、日本共産党に批判的な学生活動家、島茂雄に協力して、共産主義者同盟、文党を結成したが、その後離脱した。ゆい受けいは、この軍事方針が、現実の海運便闘争として、実行に移されるのは、52年1月の、 白鳥事件から8月の横川事件までです。わずか半年余りだった。やがて中核自衛隊は各地で孤立する。多くの隊員が空約わずで栄養失調から結核になったりノイローゼになったりする状態では相当数の隊員が自然消滅したのは当然ですね。と述べている。独立遊撃隊とは異なり、補給は地区に依存していた。 小河内三村工作隊のメンバーであった、甲府宮城は、中核自衛隊について、どうも本気に武装闘争をしていたとは考えられないと、述べている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。